はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。三国スリーですね、やっていきますよと。平原ね、もうお金ないんで何もしません。で、指導ね、指導は学神さん、大類さんね、指導お金はたんまり、大類さん、龍順さんでいいのかな。で、霊峰さん、よいしょよいしょ、はい、なお忙しいよ、待って。これは大舞台だな。もう終わるよこれ。もうそうだな、もう終わると思います。誰連れていく、もうたたっとね。倉庫さん、長庫さん、実は空っぽなんで人ね。ただあれで連れていきましょうか。あら、あー、そっか、この人たちあれで行ったのか。しまった、応援行ったんだね。お金に2000持っていきましょう。兵糧は40万持っていきましょうね。道15、強度37、軍馬94でいきますね。あー、そうか、援軍に行ったらやっぱり攻撃できな、移動、行動できなくなんだね。何それじゃあ、軍事訓練。あれ、霊峰さんいらないね。霊峰さんいらないわ、1ヶ月で前、とりあえずね。で、軍事、霊峰さんね、先ほどのビジュアルのように、武官っていう感じのあれでもないんだよね。まあでも、どっちかというと、霊峰さんって全然武官にしかなれないような能力だったと思いますね。総評さんほどではなかったとは思うんですが、うわー、この人たち言うことないな。はい、今月目終わっておきましょう。はい、陳竜、そういうことないんだよね。そうですね、勝負しますしね。じゃあ終わっておきましょう。はい、僕よ。長宝さん、ホビーだね、お金もあんまないんで。りょいこさん入れて10にしよっか。11ね。はい、なお一層の忠義を持ってね。で、開発もできないで、このままいっちゃいましょう。で、巨匠ね。ここも、ちょっとこれ以上は厳しいな。100ね。発信官ね。あ、それではここ、リクソンさん対象にしてもいいかもしんないんだよね。じゃあ次行きましょう。はい、生徒来ましたよ。ただ動けません、ただ動けませんね。あ、もうこれでも自月攻めに行っちゃいましょう。そうね、どう、ただ戦略をどうしようかなって今思いますね。こっち先展開させてもう逃がさないようにするのか。そうだね、その方がいいね。こっち攻めて退却しても、もう兵糧攻めできるんですけど、もうこの場合は、移動できないから来月だ。お、関仙さんだっけ、死亡しちゃいましたね。あっちゃー。長外さん、いや、この場合はもう、ここで割っちゃいましょう。3人、4人を、だと全部割れちゃうんじゃない。無理かな、無理だったね。はい、関福さん、うわー、待っちゃった。長外さんでいいかな、この人に預けよっか。あ、お亡くなりになったね。うわ、長達が野に下りました。あ、いいですよ別に。あ、私来ましたよ、人事しましょう。任命ね。まずここ攻めたとこで将軍になれる人いない。あ、これ無理だな、無理だね。軍師はなれないよね、なれない、なれない、なれないよこの人たちじゃね。じゃあここはいい人して、じゃあ、いや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 、いやと、こっちはどうかな、なれる人、あ、いや、いないよね。松陽さんが何にもなれないっていうのはね、
ちょっとどうかなって思ったんだけど、あとはこっちか、ここだね。軍師になるそうな人いたね。あ、違う。あ、うん。この、あ、なれる領域さん。あら。この人なれないよね。長玉さん、長玉、うん？うん？なれないよね。さあ、じゃあ、あれ、誰かなれそうな人いるかなと思ったんだけど。ちょっとそんなもんだったかな。ちょっとごめんなさい、他国ね。ひょっとしたら、ああ、あ、なれないね。長英さんがね、将軍なれるかなって期待したんだけど、なれませんでしたからね。そっか、誰か軍師なれそうな人いたような気がしたんだけど、違うんだね。じゃあね、移動しますよ。あ、間に合わない。そうそうさん、間に合わないわ、ごめんね。そうそうさん、間に合わないわ。あー、間に合いません。あ、そうそうさん、間に合いませんわ。間に合わない、間に合わないね。一月間に合いませんでした、ごめんなさい。もう次攻めちゃいますんで、氷をね。あ、でもこのパートで終われるかもしんない。じゃあね、もうちょっと皆さんフィーバーだ。フィーバーっていう言葉も古いよね。まあナウナヤングよりは新しいけどね。よいしょ、あ、もう無理かな、もう、あ、1000しかない、ごめんなさい、11にしちゃう、ごめんね。あー、なんとか205年のうちに終われるかな。長州さん、もう無理だ、お金ないわ。さあ、冬のあれだね、冬の行軍になりそうだね。落葉、もう落葉もいいわね、もういいわ。さあ、大平さんももういいです。うん、そうだね、もうここ良くなったね。清涼、関水さん、あ、もうお金もだいぶ減ってきましたけど、まあなんとか中世度上がってきましたね。あ、すいません、ちょっとね、飲み物いただいておりますよ。制度来ました。さあ、他国、あー、まずね、移動しましょう。移動でこちらをね、誰で、あー、たんまり人いるから、あ、長江さんだね。長江さん、総江さんで、この人たちで1000、2000、2000持っていてね、兵糧はね、1、2、3、4、5万ぐらい持っていきましょう。え、なめらないです。はい、軍母400もあるね。え、総江さんでね、はい、取りましたよ。さあ、攻めましょう。これが最後の戦になりますよ。またもう宗神さんでいいかな。そうだでしょうね。宗神さん、もう今回馬乗らないわよ。で、軍馬。で、テイクさん、強度ね。で、巨著さん、軍馬。ジョコさん、軍馬。加工園さん、歩兵ね。チョーンさん、歩兵の。カオンさん、あ、カオンさん、1万3000まで減っちゃったね。で、芝居さんね。で、上昇さんね、まだいける？あ、いけないね、いけないので、あ、宝徳さん出したかったな、宝徳さん出したかったな、いっぺん。何人いるの、宝徳さん。14000。宝徳さん出したかったな。あ、いっか、うん、いつものメンツでいきましょう。金はね、1000で、兵糧が109万。じゃあもう80万で。天気は我らにあるよ。あ、やっと言ってくれた、このセリフ。あ、やっと言ってくれましたね、テイクさんね。じゃあ行きましょう。いや、共同作戦軍はいりません。こんな人対象にしたらえらいことになる。リョモンさんかな。いや、ここは最後ちょっと宝徳さんに花持たせよう。宝徳さんで。
でもこれちょっと2パート分かれるかもしれないね。なんせ6がいつ固まるか分かんないですよ。最後は固まってほしくないんだけど。アイサオジンさん、もういけつね。で、カコートンさん。で、テイクさん。キョチョさん。で、ジョコさん。で、カコーエンさん。で、チョーンさんをこっち置いて、カオニさん、こっちだね。で、シバイさん。で、ジョショさん。で、ソウジンさんね、ヒョロはね。さあ、あ、2万。ヒョロ4万。あ、これはもう、もう、ガッツンといきます。やった。武将が多いみたいですね。ちょっと時間かかってたので、さあ、落とし穴がって言われたらやだな。言わないね、テイク先生。どうなんだろう。よい。よっしゃっしゃっしゃっと。ああ、大馬さんの人でね、あっちやっちゃいました。左側をね。カコンさんもこっちかな。いやー、どうしよう。チョンさんこっちにつけよっか。カオニさん落とし穴にはまりついてっからね、ちょっと怖いんだけどね。で、ジョソさんこっちに行かすか。はい。多分ね、間髪入れずに行ってんで、竜将さんがね、丸裸だと思うんです。下手すると兵がゼロの可能性がありますね。それを期待していきたいところではありますね。よいしょ、渡れるでしょ。あ、お馬さんでも、お馬さんでもだいぶ消耗するんだね、あの移動力ね。よいしょ。で、長雲さんこっちから行きましょうか。チョーンさんがあんまり花持ってなかったね。え、川って7じゃ渡れないの？あら、そうなのね。ソウジさんこっち行きましょうか。で、カコートンさん、カコートンさん普通にやっておきましょうか。カコートさん結構いるでしょ。ああ、1万6000いますね。で、テイクさんがね、もう横からちまちま。で、キョチョさんが、落ちんなよ。お、怖いな。はい、加工園さん。ああ、機動力足らないってさ。まずか。よいしょ。しょっと。で、カオニーさんね。7ぐらい使うんだね、これ。ちょっと変えよう。こっちから回ろう。硬い方からね、たくさんの舞台を送りましょうか。ソーディンさんね。で、はい。で、一応こっちもやっときますか。次開くね。攻撃しときましょう。で、ジョコさんが、はい。で、加工園さん渡れる？もう渡りました。チョーンさん、ケツついて、カウニーさんが乗り越えましょうか。よいしょ。はい。で、芝居さん渡れないので、で、ジョショさんね。で、ソウジンさんはちょっと待機で、で、これで開く？あ、開いた。で、テイクさん突っ込んで、あんな感じか。ちょっと回り込む感じにしましょうか。多分もう敵もね、部隊が大していないと思うんで。で、加工園さん次に備えましょうと。で、チョーンさん、チョーンさん突っ込んでいきましょうね。で、カオニさん、まだ8だね。で、芝居さん乗り越えて、
届かないでしょ。届くわ、すごいな。ああ、見破られましたね。さあ、よいしょ。はい、で、カコートンさんね。よいしょ。で、テイクさん、あんまり突っ込みたくないね。で、巨著さんが通常。あ、じゃあね、ちょっと時間良くなりましたんで、次のパートに回しましょうか。三国志水ですね。この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。